はい、えー、こちらなんですけどね、先ほどからあの紹介させていただいている、あの、以前ね、えー、ぬいぐるみで、あの、ぷよぷよとかね、紹介させていただいた、そちらのお店で買ったんですけど、まあ、もう深いね、ディープな、あの、詳細は忘れたんですけど、5年前から15年前の間にね、あの、そのお店で買ったんですけど、これね、あの、何が素晴らしいかと言ったら、あの、オークションでも見たらね、 えー、これ、まあもちろんマリオカートで何種類かあるんですよ。これルイージですけど、ルイージだけじゃないんですよね。で、オークションの競り落としで見たら、これとね、えっ、ー、と、姫と、えっ、ー、と、コングの3つで、あの、4000円の落札と、やっぱりね、振り込みと、えっ、ー、と、何でしたっけ、あの、送料かけて、やっぱね、その人は5000円かかるわけなんですよ。と、あとはね、えっ、ー、と、 もう一つ言いたいことが何かって言ったら、これね、ほら、もうちょっと折れてしまってるんですけど、タグが付いてますよね。<laughs> で、その方はね、タグなしなんですよ。まあ、裏はなんか書かれてるわけじゃない。ほら、ちょっとね、えー、これ、折れてしまってるんですけど、ほら、折れてるでしょでもね、こういうのって毎回やってるんですけど、何が大事かって言ったらね、あのこのタグが大事なんですよ。な、なでもそうですけどね。あとはほら、これね、ちょっとまあ、かすった程度にね、 あの、汚れてるんですけど、これちゃんと綺麗にしたらね、結構だいぶ綺麗になります。で、これね、ほら、タグのここもね、大事なんです。ここがね、あの、染みてないか綺麗なんか。まあ、綺麗な、あ、ない、綺麗な方やと思います。ね、えー、マリオの、ルイージね。ほんこれちゃんとね、任天堂が書かれてますね。あの、これね、パチモンエタここ書いてないんですよ。ま、あパチモンってあまりちょっとね、ま、あいろいろあまり言わない方がいい言葉なんで、まあ、 要はね、これ偽物じゃないです。あの、ちゃんとしたやつですね。うん、うん、こうです。これ僕のね、予想ですよ。おそらくこの帯タグがつい、あの、帯タグというかこのタグがついてます。まあ、よれてますけど。ほんで、このね、ここの、えー、このタグというかここありますね。これもそんなに汚れてません。ほんでね、これもあの、綺麗です。まあ、あとはね、ここちょっとこう払ったり綺麗にしたらね、だいぶ綺麗になるんで、僕の予想ですよ。これね、ルイージだけで、えー 1000円から1500円になると思いますね。で、こちらもね、えっ、ー、と、同じ店で、これね、当時50円以下で買ってます。はい。こんな感じでね、あの、僕ね、どん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 ね、あのー、こういう非売品的なものを持ってますので、ひょっとしたらね、これ他のやつもまだね、奥の方にぬいぐるみね、そんなにいっぱいなかったんですけど、このゲーム的なね、えっ、ー、と、ぬいぐるみ、あとね、50個から100個ぐらいあるんですよ。 ま、出てきた時にね、紹介させていただきますけど、多分ね、あとね、このピカチュウとかこんなのになったと思うんですよ。あの、マリオカードはね、僕これしかなかったような気がします。ま、あでもね、出てきた時にはね、またあの、紹介させていただきますんで、結構ね、あの、私の最近あの、飲み仲間で、あの、外人の友達が結構できたんですけどね、外人の方ね、こういうレトロチックな、あの、日本のね、 非売品の人形とか大好きなんですよ。あの、ゲームとかもね。うん。で、売ってくれ、売ってくれ言われるんですけど、これはね、本当に1個しかないんで、ちょっと売れないんですね。うん。だいぶ言われてます、未だに。ちょうだいとかね。<laughs> あ、でもね、その人はドアつかましいわけちゃうんですよ。あの、日頃から僕にね、いろんな食べ物とかね、いろんなことしてくれてるんで <laughs>、あげたいんですけどね、2個あったらあげます。 あの、その方にも僕お金なんかいちいちもらわんとね、ただ一個しかないんでっていう意味でね、ちょっと渡せてないんですけど、その人もね、今言ったようにお金持ちなんですよ。いやらしい人じゃないんですよ。うん。まあ、そんな感じでね、もう一個あってあげたいんですけどね。はい、こんな感じのね、動画をどんどん上げていきたいと思いますんで、私のね、あの、こういう非売品の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。